ダウンロードみんなしてますかと。ちなみに今日このタブレットでやるから、だから俺あの顔映んないかなって思ってさ、この角度にしたんだけど、どう？いい？でちなみにあのリスナー入れて普通にキャリーしてもらおうかなっていう心得でやってます。はい、今なんかねイベントやってるらしいんで、4月25日から5月23日までなんかいろいろイベントやってるらしいんで、よろしかったら皆さんやってください。まさかそのゲーム無料じゃないよね？無料です。ちょっとこれさ、なんか仲間と一緒にやる系だからさ、ちょっとマジで来てくんね、リスナー。うわこの角度緊張するね。ダメだ。あ、下から見るとマジ化け物だよな俺マジで。なんか人間の体の上にさ、なんかシゲキックス乗せたみたいな体してるよな俺。ここら辺使ってみるか。これでいける？まあ一回行ってみよう。ゲームフレンドこれじゃん。え、なんか俺モンキーさんとフレンドなんだけど。いいよ、しよしよし、いいよいいよ、行くぞみんな。封鎖区画って猛者ばかりなの。いや大丈夫、バズケンが全部殺してくれるの。お前なめんなよバズケンを。お前アリケンとバズケンだぞお前。やべえ、知らねえやつ入ってきた。みんな道徳の体現者が入ってきたわ。クソいいやつだぞ多分道徳の体現者。おお、すげえ。ごめんごめん、ダッシュってどうやるんですか？え、死んだが。右右、はい、もう怒った。はい、もう置いてやるわ。はい、マジキレさせた。頑張れバズケン。ちょ、バズケンの実力見よう。バズケン絶対勝つ。ちょっと待って、プレイしやすいようにするわ。みんな俺弾18発しかないからよろしくな。俺弾18発しかないからな。開幕武器1つ落とします。はい、やっぱ持つべきものはリスナーです。撃つよ撃つよ。リロードできない。リロードできない俺。いいぞやったぞ、よくやったお前ら。あさるぞあさるぞ、まだ生きてる。ナイス。ちょ、こいつらの武器使うわ俺。ヘッドショット、やばい、まだいる。ごめん俺の前に立つな、殺してしまうぞ。桜ジムバッグ、そんな、あ、お金とコーラ出た。これワンチャン出るんじゃない、軍用 PC。 やばいな。どう、わからんな、いいかどうかわからん。うれボゲー、ボットだ。でもカスみたいな武器しか持ってない。帰るのはどう、もうみんなについていけば帰れるか。ゼニス帰ろう一旦。え、あー、これごめん VC 入ってるのかと思ったけど全然違ったわ。右真ん中上らへんにマップボタン、これほんとだ。てか帰る場所見えんのいいね、わかりやすい。あっ、ここなんだ帰れるの。近、思ったより近かったわ。はい、オッケー、これで帰れるのか。完璧なレイド来た。ちょっとトイレ行ってくる、おしっこ漏らした。最近気づいたことがあるんだよ、どんな炭酸でも絶対に勝てない強い炭酸、炭酸水。もうね、炭酸水の喉越しにはまったらもう炭酸水以外飲めない。一番気持ちいい炭酸水が、喉がもう味なしでいい。俺気づいた最近、味が好きなんじゃないって、このシュワシュワが好きなんだなって最近気づいたんだよね。来た、行くぜ、一人5キルね。
はぁ、硬すぎない？それ全部前敵だぞ、お前それ。それ全部敵だぞ。え、でもこれさ、味方が漁れんじゃない？敵の超強いの。これゼニスが漁れんじゃない？ゼニス、そいつの装備やばい。ゼニスが死んだ。終わった。ああ。さあ。強こいつ。もう一度もう一回いくぞ。勝とう。さすがに倒したい。もっと。いや、さっきのやつなんかさ、俺味方かと思ったんだよ。撃っても死なねえから。それがちょっと心残りではある。いやでも慣れてきたよ。マジで。相手の装備がアリケンさんの弾薬レベルより上だとダメージが入らない。やばすぎ。やばいんだけど、それは。いくぞみんな、ついてこ俺に。ナイス。はあ、意味がわからない。お、俺の武器使え。俺の武器バズケン、クソ強いぞ俺の武器。やば、ちょっとやばいか。めっちゃ強いのおるぞバズケン。そこナイス、左。うまい、やばい。いいぞ。逃げんのうま、逃げんのうますぎだろお前。なんで生き残れんの今ので。硬っそいつ。右右右、うわー、つえーつえー。おもろ。でもはヘッショ一発なんだけど。よし、ラスト行こう。もうこれで負けたらしゃあない。今俺が持てる一番強い装備だからな、これ。気づかんかったー。でもおもろいわこのゲーム。普通に携帯でゲームしてる人たちはすごいぞ。俺多分携帯でやったゲームの中で一番クオリティ高いぞ。なんかゲームとしてのやり込みとかもめっちゃおもろいわ。はい、ってことでね、皆さんアリーナブレイクアウト、とても面白くね、遊ばせていただきました。いろんなモードとかね、なんか期間限定のイベントとかもあるらしいので、よかったら皆さんね遊んでください。はい、まあ、結構初心者でもやりやすい感じになってるので、一旦ここで、アリーナブレイクアウト終わりたいと思います皆さん。はい、で固定からね、あのダウンロードできるので、よかったらダウンロードしてください。それじゃあお疲れ様でした。バイ。